立社寺から見た山寺駅出口からの光景、山寺駅に残されている、天社台山寺駅は、山形県山形市、大和山寺にある、東日本旅客鉄道仙山線の駅である。島式ホーム一面二線を有する地上駅。駅舎は、自社づくりである。山寺の玄関口にふさわしく、自社づくりの駅舎を有するとして、2002年、東北の駅百選に選定された。 山形駅管理の業務委託駅。緑の窓口、自動券売機、簡易水下改札機が設置されている。エレベーターやエスカレーターはなく、改札口からホームへは階段で移動する。立着時産売却のため、コインロッカーが多数設置されている。分岐器は、角度がきつく35時時速 40km 制限を受けている。かつては夜間に当駅で、 折り返しの列車も設定されていたが、現在は臨時列車を除いて、当駅で折り返す列車はない。仙台方にはかつて使用されていた転車台が残されており、以前は不法投棄や草が絡まるなど荒れていたが、保存を望む地元の手によって、草刈りなどの整備がなされている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は285人で、ある。 2000年度以降の推移は以下の通りである。立石事後大道から望む駅周辺。2011年10月撮影。ありがとうございます。